きました。めっちゃ素敵じゃないですかこれ。すごい綺麗。そう、すごい綺麗なプールだね。え、夜なんだよ。だから夜です。夜です。夜泳ぎます。セットされております。このプールは22時までって言ってた。水着姿は見せないけどね。でも綺麗だね。めっちゃ綺麗。はい、来ました。再びプールエリアです。今日はねちょっとね風がすごい強い。でもなんか結構私はやっぱね、結構出てるから大丈夫そうですけど、使ってもなので来ました、プールエリアに。めっちゃ綺麗なんだよね、ここプールエリアが。本当にこのホテルはグランドハイアットホテルですね。グランドハイアットホテルマカオです。ガラスの向こうが朝食のレストラン。なんかね、朝食のレストランからプールが丸見えのホテルとかもあるんだけど、ここは割となんかね、木とかで植えられてるから泳いでてもそんな見えないし、めっちゃいいと思う。ここデザイン、隣の新しいホテル見えたりとかして。で、今日は12時チェックアウトなので、ここでちょっとのんびりしようかなって思ってます。ヘイ、ガイドブック。はい、ちなみにガイドブックね、地球の歩き方ですよ。私はね、本派ですね。ネットとかでもね、ちょっと新しい情報とか、昨日渡った橋とかは調べましたけど、基本は本ですね。本の方がサクッと調べられるんで、本の方が好きです。で、あそこは今なんかタオル持ってきてくれるかな、お兄さんみたいな。持ってきてくれたら気が利くなって感じの雰囲気ですね、あの人。ということで、ちょっとのんびりします。